あ、新聞にも出てる。これ報じられた、マスコミで報じられたようですが、安倍首相が3月14日に新型コロナウイルスから自分らの身を守る行動をと警戒を呼びかけていた翌日に、妻の安倍夫人は私の地元の大分に行って、予想されます。大分に来ていただくのを受けて、時期がどうも、いきなり、そうなのかな。約50人の団体とともに、大分県北市の北神宮に参加をしていた。安倍夫人曰く、コロナで予定が全部なくなっちゃったので、どこか行こうと思ってたんです。お互いのでありますが、それなら電気ボルトが分ける問題で特許を持っていただいた。そのことを申し上げたいと思います。